はい、左向けて、エンジン止めて、はい、クォーター、クォーター、はい、足開いて、足出して、立って、そのままそのまま、高度1メートルで引くからね。はい、フルブレイク、ギュッと引いて、立つよ、走り抜けるよ。はい、ナイスランディング。はいよ、全開。バンザイして、ゆっくり左ターン。スロットル戻すな。はい、左。スロットル戻すな。スロットル戻すな。スロットル開けろ。スロットル開けろ。上昇しろ。そうそう。左ちょっと引いといて。対岸からちょっと離れて。左に修正。そうそうそう。もうちょい左修正。はい、上昇しよう、そう。吹かして、吹かして。上がってないよ、高度が。はい、少し左に寄せて。左に寄せて。左に修正して。防潮堤の方に少し近づいて。砂浜の真ん中を飛ぶ。はい、万歳して、フルグライド、右修正。はい、そのまま右ターン、右ターン、右ターン、右ターンだよ。そう、しっかり引いて、左手は万歳ね。左手上げて、右を引く、右体重、右見る。そう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 。少し右に寄せる。防潮堤に少し近づく。海岸の真ん中まで来る。そうそう。そしたら万歳して、左修正、西にまっすぐ向ける。西にまっすぐ向ける。はい、いいよいいよいいよ。高度見る。 100m ね。そのまままっすぐ西に向かう。水平飛行。はい、その辺から左ターン。水平飛行のままね。左ターン、左もうちょっと引いて、右手戻す。そうそう、体重かけて左に。まだ引いてるよ、左引いてるよ。東へ向けるよ。海岸の真ん中まで移動するよ。はい、考えの真ん中まで来たら右修正して、東へ向けるよ。無線入ってる？うん。はい、右ターン、右見て、右体重、右引いて、左は引かないよ。もうちょっと引いていいからね、ターンするとき。まだ引いてる、まだ引いてる。しっかり西へ向ける。そう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 。あ、いいねいいね、その感じ。うん、もうちょっと上がってる感じするけどね。うん、ちょっとコウさん取って。手は気をつけます。入っちゃうよこれ。はい、万歳ね。
されてますね。はい、右ターン。高いね。少し高度を落とそうかな。70メートルぐらいまで落とそうかな。高度高いんで少し下げようか。70メートルぐらいまで高度下げてください。海抜かないでね。西向けて、西、右修正、右修正、右、右修正。ターンまでの間に高度を 50メートルまで下げてください。50メートルまで下がったら右ターンですね。膨張性によるよ。次降りるよ。一回降りる。ランディングアプローチをするよ。高度が合わなかったらもう一回上げ直すからね。はい、アイドリング、アイドリング、ゆっくりアイドリング。そうそう、アイドリング、アイドリングね。20メートルまで下がったらファイナルアップですね。今まだ全然高いね。はい、そのまま吹かしてもう一回左ターンして、水平飛行で、はい、50メートルで左ターン、左ターン。右ね、膨張性に寄せるよ。膨張性の方に行くよ。はい、西向けるよ。西向けるよ。
前回。左体重かけて、ちゃんと座れてないね。緩やかに上昇してってね。これで 100m まで上がったら右ターンね。はい、それぐらいの高度でいいね。水平飛行ね、西に向けてね、まっすぐ飛ぶよ。それで僕らのいる位置に近づいてきたら左ターンするよ。迷わない。ターンするならする。左ターン、ぐーっと、おー、いいターンだ。この感じ。そう。少し右修正してね、海岸の真ん中をまっすぐ飛ぶよ。水平飛行ね。水平飛行したまま、はい、右ターン。下でね、コウさんが黄色いグライダーで立ち上げてるからね、そこの上で左ターンしてみようか。はい、いいけどね、高度が随分下がってきたね。まあいいや、その高度キープ、 50m の高度キープ。そしたらランディングするよ。はい、右ターンして防潮堤に近づくよ。はい、少し高度下げるよ。スロットルワークでね、高度調整してってね。今んとこまだ高度高いからね。少し高度下げていくよ。アイドリングに一回戻してみようか。どれぐらい下がるか自分で見てくださいね。
はい、エンジンカット、エンジン止める、もうちょい西行ってから、もうちょい西行ってから、はい、左向けて、海向けて、向いたところでクォーターブレイク、クォーターだよ、動かすな、はい、フルブレイク、全部引いたまま、はい、降りるよ、はい、ナイスランディング。
赤松西行ってから、赤松西行ってから、はい、左向けて、海向けて、こういったところでクォーターブレイク、クォーターだよ、大場さん、タイムブレイク、全部引いたまま、はい、降りるよ。